小山代理公園は、東京都町田市及び八王子市に所在する都立公園。大田切手公園のもとを貫通している小山代理トンネル2004年7月1日に開園。多摩ニュータウンの西部に位置し、町田市小山が丘、八王子市、南大沢及び槍水にある。面積459,211平方メートルの広大な公園であるが、 大部分は四つの三口ありとなっており、立ち入ることはできない。星桜などといった貴重な自然と大田川の源流出る大田切池、尾根緑道、津久井王館が特徴である。尾根緑道はジョギングコースとして利用されている。尾根緑道は第二次世界大戦時に相模原陸軍造兵将によって現在の町田市津市町付近から小山が 丘付近にかけての尾根じに作られた戦車のテスト、操縦訓練用の道路であった。その後、防衛庁が管理していたが、多摩ニュータウンの開発のために土砂を運ぶための道路として整備された後、緑地として開放されるようになった。また、公園の下を多摩ニュータウン通りの小山大利トンネルが貫通している。詳細は、尾根緑道を参照。公園内で見られる植物。 広大な公園であるため入り口によってアクセス方法が異なる。いずれも路線は慶応相模原線である。ありがとうございます。